はい、じゃあ当今まで生かすシリーズから、そうですね、満州国として164回になります。当初天笠を中心に展開しましたが、現在、東条英機を、メインで、お送りしております。当今まで生かすシリーズは、7年を超えて、YouTube の方に動画を1350本以上上げております。どれも力作となっております。はい、じゃあよろしくお願いします。東条英機がですね、はい、チャールと言われるところに侵攻を開始しましたね、はい、チャールと言われるところは、この内蒙古ですね、そして、ここは外蒙古で、これは内蒙古ですね。外蒙古、内蒙古があるわけですよね。で、内蒙古というのは、まあ、チャール省とそれから次にこの水源省のあたりでございますけれど、東条英機はこの内蒙古に加えてですね、この山西省、この辺りまでね侵攻しようとしたんですね。最初に入ったのはチャールでございますけど、だん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 奥に入っていくわけですね。最後はこの大県というところまで行きますね。大県ね、そしてそれをですね支配下に置いて、そこに大の満州国を作るわけでございますね。そのチャールの侵略っていうのはですね、はい、東条英機がもともと考えたんじゃなくてね、もともと考えたのは永田鉄山という人物が考えた、うん、永田鉄山、永田鉄山、この方はですね陸軍切手のですね英才でございましてね、はい、永田の前に永田なし、永田の後に永田なしと言われるくらいに、まあ勇敢な軍事であるとともにですね、はい、戦略を練ることにも長けた方でございましてね、この方が統帥派のですね親玉ですね。陸軍の中がね統帥派と行動派に分かれておりましたね。行動派のトップはね荒木定男とかね、はい、正木甚三郎という人ですね。この人、この二人がけしかけて 2.26 事件が起きるわけですよね。その走り込んで抑え込んだのはこの永田鉄山ですね。で永田鉄山が統制派のですね、まあ大将として陸軍をですね統制派の支配下においてね、皇軍派をですね殲滅したんです、うんうん、みんな部外に出した、はい、ね、地方に出すとか外地に出すとか、そして統制派の天下にしたわけですね、うん、この永田鉄山はだからですね、はい、行動派に恨まれましてね、まあ、そうでしょうね、虐げられた行動派に恨まれ、行動派と統制派があったわけですね。統制派、行動派と統制派、行動派に恨まれて行動派のですね、はい、相沢中佐というですね軍人にて、相沢ですね、相沢中佐という軍人に、この人は陸軍省の軍務局長の時にですね、軍務局長室で日本刀で斬殺されたんです。 ありましたね。この永田鉄山が家北を支配して日本のですね経済圏において家北の資源をですね収奪して、あるいは経済をですね抑えて利益も吸い上げる、それを日本に持ってきて日本のですね軍隊を強力化する、日本の国力を増強する、こういう考え方をですね永田鉄山が言い始めたんです。チャールを日本の勢力圏に入れよう、経済圏に入れよう、
長鉄道が相沢仲裁で弾殺されましたけどね、永田鉄山の影響力を受けた軍人が陸軍のエリートになっていくんですよ。アキラというね、これは豪華不装の人物でございますけど、これはね、永田のですね、薫陶を受けた陸軍のエリートね、この人はね、東條の部下として関東軍の参謀だった、その時にですね、永田の意を受けてチャールを侵攻して日本の経済圏に置く、支配圏に置く、その案を採算ですね。武藤省と陸軍士官学校同期に田中伸一というのがいましてね、田中伸一。この人も立派な軍人でございましてね、なかなかの軍略家ですね。この二人が組んでね、チャールの侵略をですね、推し進めようとしたんだ。ところがその上にですね、石原莞爾がいましてね、石原莞爾は中国とは今はね、喧嘩すべきじゃない、仲良くすべきだ、日本は中国とことを構えてる余裕はない、今はですねソ連の脅威が大変だ、ソ連に備えなくちゃいけない、中国とは喧嘩するな、したがって当然ですね、チャールなど侵略するな、こういう考え方ですね。武藤明というのは永田鉄山の威圧をついてね、チャール侵略をやろうとするわけですよね。東條英機もですね、永田の薫陶を受けておりましてね、チャール侵略派なんで、シナ事変を大きくしてチャール侵略をやろうとして謀略をしてですね、もともとは単なるね、数発の暴発事件である六五事件をですね、大戦争に仕立てたのが東條英機ですよね。当然東條英機はチャール侵略をやろうとしてるわけ、それを後押しするのはこの武藤省ですね。武藤省は案を立てた時は東條英機参謀長の下のですね、参謀でございましたけど、その後出征しましてね、石原莞爾が参謀本部の作戦部長の時にね、武藤明は作戦課長に、ね、引き上げられるんです、作戦課長ですね。石原莞爾はね、自分のですね、不拡大にですね、反対する、武藤明を作戦課長になぜ選んだかというと、この人物が有能だということを知っておりますからね、自分のもとでですね、使いこなせばその能力が生かされると思って、関東軍から参謀本部の作戦課長にですね、この男を引き上げたんですね。田中伸一というのはね、武藤明と陸軍士官学校は同期のね、これも戦略家でございまして、当時はですね、参謀本部じゃなくて陸軍省の軍務局のね、軍事課長という要職にありました。この人は軍事課長ですね。軍事課長、
人の軍人がですね、石原莞爾の不拡大に反対した、まあうんうん、そして最終的には石原莞爾をですね、作戦区長部長から追放する役目を演じますけれど、大体参謀本部というのはね、地位の上下、勲章の多い少ない、うん、検証の数が多い、一本違うしか、それからほとんど関係なくて、談論を風発するとこなん、議論の時が、うんそうですね。そういう雰囲気があった。しかしね、部長がこうという方針を決めたらね、みんなそれに従うんです。うんところがね、武藤明はね、作戦部長の石原莞爾が不拡大と決めてもね、これは従わなかった。ああそうですか、うん、チャール侵略はやるべきだと、中国には侵攻すべきだ、うんこういう見解をですね貫いた。強姦鬱憤と言われますね。石原莞爾はまあある意味元明をですね使いこなすことができなかった、うんうん、で最終的にはね、石原莞爾はお前が辞めるか俺が辞めるかぐらいの喧嘩をしたらしいんです、うんうん、それでもね、武藤明は自分の信念を曲げなかった。まあそういう点ではね、立派は立派ではございますけどね、うん、田中伸一もね、この当時は、武藤と田中はお互いにするんで、うん、石田幹事に反抗したの。しかしね、その後この武藤と田中はですね、喧嘩するんですよね。喧嘩、対立する。ソ連とどう対応するかということをめぐって、喧嘩するんですよ。うん、そして、武藤のあのすぐ上のですね、親分であった東条英機は、最終的にはね、内閣総理大臣になりますよね。そうですね。そして、太平洋戦争。日米戦の火蓋を切るわけでございますけどね、武藤明はね、東条英機は火蓋を切らせる時までの首相ということで、まあ東条をですね容認しとった。火蓋を切らした後は東条にはね、大局観もないしね、戦術観もないしね、戦争指導者としてはふさわしくない。したがって東条内閣は倒すべきだという考え方を不能するようになった。東条英機は日米戦をですね戦えない、うん実際の東条英機はですね、コツ先の戦いをこちょこちょやりまして、そのために失敗しておりますよね。だん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 失望部位になっておりますね、うんそれをでね心配した、武藤はね、頭角運動に走るんですよ。東条英機を辞めさせて、日本のですね国民を引っ張ってね、うん、支持を受けて大東亜戦争を勝ち抜くような、そういう国民的支持のある、首相を選ぼうということでですね、うん、運動するんです。ところがその動きはですね、はい、当時に分かるんですね、うん当時はね、満州国時代に満州国憲兵司令官というシーンにありまして、憲法を使ってですね、強制時をやっておりましたね。それをですね、総理大臣になってもやるんです。うん、満州の時にね、四方良二という憲兵を使ったんです。仕方料理という憲兵を使ったの。それをですね、自分が首相になった時にですね、連れてきて東京憲兵隊長にしたの。そして日本のですね、軍人、それから政治家、そういうものをですね全部払わせてね、
言動をですね、詳細に報告させたと。なるほどね。その網にですね、武藤省が引っかかった、うんうん、武将が統括運動をやってる、これを引きずり落とそうとしてる、うん、それでですね、武藤はですね、この時はね、陸軍省の軍務局長というね、非常に偉いポストに就いてた、軍務局長、陸軍省の軍務局長ですね。この人物は東条英機のキーに触れましてね、うん、南方先生に追いやられる、スマトラというところに、ね、出されるんですね。これはまたすごい左遷だね、うんうん、戦う紳士という方もね、戦局が悪化しましてね、ガナノカナルで、はいはいはい、日本がですね、アメリカに、負けて追い出せるわけです、しかしガナノカナルを回復しないと日本はもっとひどい目に遭うということで、当時に進言するんです。今日本の持ってる荒れる船舶、飛行機、それを使ってでもね、ガナルカナルを取り返そうと、こういう意見を出すんです、しかし当時の人は首相でございますからね、全艦船をそれだけに使えないわけですね、うん、日米戦を継続するためにはね、人員も輸送しなくちゃいけませんし、物資も輸送しなくちゃいけません。ガナルだから、ガナルだけにですね、艦船を当てるわけにはいけない。しかし、田中新一は、そんなことを今やってる余裕はないよ。ガナルから取られたら日本おしまいですよ、と言うんですね。うん、で、実際ガナルから取られるとね、日本はガタガタとなるんでございますけれど、当時はそれで喧嘩するんです。はい。田中新一のガナルカナルを守るためにね、一大決戦を仕掛けるべきだといった田中新一の意見を取り入れずに喧嘩いたしましてね、田中新一も飛ばされる。この人はね、シンガポールに飛ばされる。シンガポールの南方部に飛ばされますね。よかれと思ってやったことがね、まあ本人に降りかかってきましてね、国会に出されますね。そして終戦になるわけですね。ではちょっと休憩します。はい、ありがとうございます。